空手に先手なしという。もともと忍耐の武道であった空手は、常に相手の攻撃の手を仮想して応手を考えたところから出発している。本来空手の心は出しゃばらない霊場の精神であったのだ。島津藩の弾圧の厳しい頃、空手の型を琉球舞踊の手に隠して子孫に伝えたとも言われている。空手は口角泡を飛ばす議論の中からではなく、自分を抑えるたゆまざる修練から生まれてきたのである。